キリスト教東方教会東方諸教会比、カルケドン派正教会シリア正教会、シリア正教,教会の聖職者たちシリア正教会は、東方諸教会あるいは、オリエンタルオーソドックス教会に分類される、キリスト教教派の一つ。6世紀に、シリアで成立した。その後シリア、メソポタミアを中心に発展した。インドには非ごかに置く教区、教会組織がある。 現在では海外への移民を通じ、欧米にも教会がある。シリア正教会が正式名称であるが、ヤコブ教会、またはヤコブ派とも呼ばれる。キリスト単性論破とみなされることがあるが、シリア正教会自身はそうみなされることを拒否し、自らの教理を愛称論であると主張している。451年のカルケドン公会議の決議を、 不服としてカルケドン派と分立した教会であるから、非カルケドン派正教会と呼ぶ方が中立的である。シリア正教会の祭日風景。20世紀初頭、イラク北部、モースルの修道院にて、シリア正教会は、ヤコブ教会、またはヤコブ派とも呼ばれる。この名称は6世紀のエデッサの司教ヤコボス、バラダイオスに由来し、 第2、二回アコ会議で最初に公式に用いられて、以来、カルケドン派キリスト教を国教とする東、ローマ帝国内で用いられるようになった。しかしヤコブ派という故障は、シリア正教会の教説は、ヤコボス・バラダイオスが始めた説であり、シリア正教会は正統教会から見た、異端派という意味合いを持つため、シリア正教会は、ヤコボス・バラダイオスの果たした役割を高く評価する。 一方、彼を創始者とする見方を拒否し、キリスト教の政党である、初代教会からの連続性を主張するため、この名称を不当であるとしている。トルコ南東、マルディン県にある、シリア正教会の聖ガブリエル修道院聖ガブリエル修道院の内部451年に、カルケドン公会議で、 単性論が異端とされた後、かつての古大宗主教座の一つである、アンティオキア宗主教座において、単成論の一種とみなされた、愛称論を支持する一派が、東ローマ帝国の国境であるカルケドン派、キリスト教の教会であるメルキト教会から分離して、設立したキリスト教会である。シリア正教会側はこの時から続く自説を、単成論とはみなしておらず、 単性論の名称をエウティケスの説に返し、単性論教会と呼ばれることを拒否している。ニカイア新朝、ニカイアコンスタンティノポリス新庄を告白する。古代アンティオキア教会からの連続性を辞任する、シリア正教会の名目上の創始教座はアンティオキアにあるが、現在の実際の所在地はダマスカスである。しかし、創始教長の名義は、 アンティオキア宗主協調であり、カルケドン派である東方正教会のアンティオキア宗主協調と現代に至るまで並立する状態になっている。他に、シリア正教会から分かれたシリア天礼カトリック教会、ギリシャ正教系のアンティオキア宗主協調から分かれたメルキとギリシャ天礼カトリック教会、そして単位論破を原点とするマロン天礼カトリック教会が、 それぞれアンティオキア総大司教を名乗っている。天礼言語には古代アラム語の一種である古典シリア語を用いる。アラム語はイエス・キリストや使徒たちも日常語として用いていた言語とも言われる。教義を共有する、同じく非カルケドン派正教会であるコプト正教会、アルメニア使徒教会、エチオピア正教会などとはフルコミニオンの関係にある。現在は、 東方正教会のアンティオキア創始協調やカトリック教会ともエキメニズムに基づく対話を進めている。ありがとうございます。